おはようございます、はい、今朝なんですけど、今日はあのブールアンジュでちょっといろいろとパンを購入してきたので、こちらを食べながら今日は朝食朝ごはんを取っていきたいと思います。はい、まだ寝起きで声が枯れてます。ではご紹介していきます。まずこちら新作商品が出てたみたい。じゃーん、塩レモンクロッカン250円、手のひらサイズのなんか可愛い感じのパンです。そしてこれは、あ、出ました、一番人気の、じゃーん、クロワッサン。思ったよりもでかい。ブールアンジュといえばね、こういうデニッシュ系のパンが人気ですよね。私も大好き。はい、そしてこちら、これもね、前一回買った時に美味しかったんだよな。大葉の入った明太フランス。これは大葉と松の実の明太フランス、400円です。上にちゃんと明太子が乗ってて、中はじゃーん、こんな感じで、すごい美味しそう。結構ね、明太子はとろっとした感じです。はい、これは私も大好き、リエノワミルククリーム250円。わあ、もうね、中のクリームやばくない？絶対美味しいよ。最後かな、最後はもうこれ、ブールアンジュに行ったら絶対買います。たらーん、クイニアマン、これは、290円でした。もうこれは王道の代表するパンですね。言い忘れた、このクロワッサンは200円。はい、じゃあちょっと焼くもの焼いていただいていきたいと思います。まずは明太フランスから。ちょうどついこの前 YouTube の方にもあげた福岡のおすすめしたい明太フランスっていう動画、皆さん見ました？そこは結構王道な感じなんだけど、こうみんなが好きになるような明太フランス。これも結構ね、美味しかったんだよな。全粒粉が入ってる感じで、中にはじゃーん、こうやって見えるかな、松の実、黄色い松の実が入ってて、大葉も入ってる。でもね、すでにね、明太子がトロトロすぎて生地に馴染んでるんだよね。で、上にはこんな感じでトロっとかけられてる。香ばしい、大葉の香りがいいね。和な感じの明太フランス、歯切れが良くて、周りはカリッと、中はむぎゅっと、美味しい。松の実が入ってるから一段とこう香ばしさが増しますね。ナッツの香りとすごくね、風味を楽しめるって感じ。明太子も美味しい。もうすでに明太子が馴染んでて、食べた瞬間ちゃんと明太子感じれます。結構ブールアンジュってデニッシュ売りなんですけど、こういう惣菜系みたいなパンも美味しい。なんかクロワッサンとかにも、季節のクロワッサンとかあるんですけど、結構あれも好きだった。上にチーズが乗ったクロワッサンとか、あとクロックムッシュみたいなクロワッサン。明太子はね、あんまり辛さはないかも。結構食べやすい。生地の香ばしさと松の実の風味と大葉の香りが、ほんと組み合わせがおしゃれですね。しかも端っこまでちゃんと明太子が入ってる。なんか端に行くにつれて美味しいんですけど、めっちゃ明太子入ってる、嬉しい。じゃあちょっとあったかいうちにこちらのクロワッサンいただきます。パリフワ、もう切った瞬間わかる。うわ、美味しい。
もう上の部分が相当パリパリ、崩れない。いただきます。中からバターの風味がめちゃめちゃ香る。おいしい。この外と中のコントラストがいいですよね。クロワッサン美味しいわ。このクロワッサンだったら甘さは控えめなので、だけどバターの風味はすごくいいから、サンドとかにしても美味しいと思う。すごいね、お食事にもぴったりって感じ。はい、じゃあ次このレモン塩レモンクロッカンいただきます。このクロッカンの生地も私大好きなんだよな。はい、ちょっとこのまま割ってみるか。あ、見て、もうこのバターの光沢最高だね。こんな感じでレモンピールみたいなのがちょろちょろっと乗ってて、中はどうかな。入ってないですね。でも結構思ったより色が黄色いから、ちょっとレモンの香りがどのくらいするのか。いただきます。うん、おいしい。中は甘めのクロッカンですね。でもこの上に乗ってるレモンピールの一粒一粒がすごくレモン感あるから、これくらいがちょうどいい。ほんのりと香ります風味が。で、ちゃんとしっかり甘さがあるタイプですね。いいね、やっぱレモンのパンって爽やか。食べたから、じゃあこっちの、なんだったっけ、これ名前が難しいんだよね。ヴィエノワミルククリーム、まあ、練乳パンみたいな感じなんですけど、なんかね、すごいバニラビーンズみたいなのも入ってる。はい、こんな感じで見えるかな、わかる、このバニラビーンズみたい。これめっちゃ好きなの、これほんと美味しい。この中に入っているクリームもそうなんですけど、このパンの生地もね、口どけがいいの。一緒に口で溶けるって感じ。生地はね、すごくしっとり感。中のクリームはね、練乳というよりかは結構バニラ寄り。これはおやつタイムのパンですね。ほんとしっかり甘いので甘党さんには大満足なパンだと思う。ほんとここ最近ようやくちょっとこう涼しくなってきて、朝をちょっと食べたりしてるんですけど、冬になったらね、私パンブームが来ちゃうんですよね。夏はちょっとやっぱね、夏バテ気味なので冷たいものとかを食べがちなんですけど、冬はすごいね、パンを食べたくなっちゃう。しかも甘いものやばいよね。冬めっちゃ太るんですよ。多分顔見ててもわかると思うんですけど、パンを摂取してるなって感じの顔になる。今も多分そんな顔してると思うけど、ちょっとだからこれからいろんな美味しいパンを見つけたいと思います。やはり自分の中でも定番化しちゃうんでね。皆さんも美味しいパン、おすすめのパンとかあったらぜひ教えてください。最後の締めです。見てこれも光ってる。もう生地にベッド
たりまとわりついてる。美味しそう。ではいただきます。うん、うまっ。美味しい。この周りの香ばしさとカリッと食感で、中からねジュワってバターが広がるんですよ。これ思ったよりもね、結構バターの香りもある。この周りの生地が私好きなんですよね。こんなバリバリなの今まで食べたことないっていうか、このブールアンジュのクロッカー以上を超えたクロッカーにまだ出会えてないです。これくらい私の中では一押しなパン。デニッシュ生地が美味しい。美味しかった。残りの半分たちはまたお腹が空いた時に食べようと思います。ブールアンジュはね、結構スイーツ系のパンが多い、甘めのパンだから、ほんと甘党さんにはぴったりなパンだし、あと惣菜系 の、 あのクロワッサンとかこういった明太フランスもあるんですけど、全然美味しいのいっぱいあるので、皆さんもぜひ行ってみてください。今日はこんな感じで朝ごはんお腹いっぱい食べてきました。大満足。またブールアンジュ、あの天神の地下街にあったり、あと博多の方にもあるので、まあ、立ち寄れる時にまた立ち寄って買って帰ろうと思います。そしてまた美味しいパンを見つけましたら、こちらのチャンネルで紹介したいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いします。最後まで見てくださりありがとうございました。また次回の動画も楽しみに待っていてください。